二刀流としての5月最初の登板もインパクトを残すド派手な内容となった。エンゼルスの大谷翔平は日本時間の4日、敵地で行われたカージナルス戦に先発登板し、5回97球を投げ2本塁打を打たれるなど4失点。勝敗はつかなかったが、13個の三振を奪う圧巻の投球を繰り広げた。この投球には海外メディアはもちろんのこと、対戦したカージナルス所属の昨季ナ・リーグ MVP のゴールドシュミットやマーモル監督も感服していた。今回は事の詳細とネット上の反応を中心にお届けいたします。現地5月3日、ロサンゼルス・エンジェルスの大谷翔平が敵地でのセントルイス・カーディナルズ戦に3番 DH 兼投手で先発。今シーズン開幕以来、無傷の5勝目を目指す二刀流のマウンドで5回97球を投げ、先発打者全員から13個の三振を奪うも、2本の一発攻勢などに泣いて4失点。今季初黒星かと思われた9回にチームが代打ラムの2号ソロ、トラウトの8号ソロなどで一気に3点を奪って逆転。この結果、大谷に勝ち負けはつかなかったが、チームは3連勝、貯金を3とした。一方、5回にメジャー通算500奪三振を達成した大谷は、ベーブ・ルース以来となる500奪三振100本塁打の快挙を成し遂げ、この試合で注目されていた侍ジャパンの盟友ヌートバーとの初対決は、大谷が3つの三振を奪って圧勝など話題が満載の試合となった。そんな中でも、アメリカのメディアスポーティングニュースなどに寄稿するライアン・フェイガン記者は、大谷が相手の主砲であるポール・ゴールドシュミットから奪った空振り三振に注目した。大谷が投じた98マイル約 157.7キロのフォーシームはストライクゾーンを大きく外れたが、ゴールドシュミットは思わずスイング。これにフェイガン記者はツイッター上で、あそこまでプレートから離れた速球をゴールドシュミットがあんなスイングで空振りするなんて誰も見たことがないだろうと記し、大谷はバッターを混乱させるんだと感服した。カージナルスに所属しているゴールドシュミットといえば、昨季のナ・リーグにおける MVP を獲得した選手。151試合に出場し、打率3割1分7厘、35本塁打、115打点、7盗塁をマークし、OPS981 と長打率、578はリーグ首位。オフにはハンク・アーロン賞、選手間投票の最優秀選手賞も受賞しているほどの強打者。そんな名選手も大谷の異次元の投球には舌を巻いた。試合後のインタビューで大谷との直接対決の感想を聞かれたゴールドシュミットは、素晴らしい選手だ。投打にわたってほぼ休みなしで試合に出場し続けてるんだ。こんなハードワークは私にはできない。まさにユニコーンだと絶賛。三振をしてしまったことを問われると、打席に立って彼の投球を見てみたらわかるよ。彼のフォーシームはものすごく曲がるんだ。あんなのは初めて見たよ。と驚きを隠せなかったと明かした。その上で、彼と次に戦えるとすれば、オールスター戦かな。その時までにはもっと強くなってみせる。こんなことは一生忘れないスポーツ観戦体験みたいなものだからね。と明かしていた。カージナルスのマーモル監督も試合後のインタビューで大谷翔平を称賛。彼は投打両方のスーパースター。やっていることは、とてつもなくすごいと言ってもまだ足りないくらいだ。本当に有名人。彼の存在で、米国だけでなく国際的に野球が注目されるのは、非常に重要なことだと話している。今日の試合で大谷の攻略法を考えていたのかと問われると、もちろん考えていたし、選手たちもそのプランにうまく応えてくれた。昨季から今季にわたって彼の投球プランには一定の流れがあるからね、と明かした。その上で、だけど彼が最高峰の選手であることは変わりない。今日の試合でも投打にわたって見事なパフォーマンスを披露している。と絶賛のコメントを残している。そして海外メディアも大谷の投球を絶賛。アメリカのスポーツ専門誌、スポーツイラストレーテッドは試合後、翔平大谷、キャリアハイの奪三振数で馬鹿げた記録を加えたと銘打ったトピックを配信。同メディアはエンゼルスのスター、翔平大谷は水曜日のカージナルス戦で再び鋭い投球を披露した。わずか5イニングで、セントルイスの打者から13個の三振を奪った。2本のホームランを含む4失点を喫したものの、
大谷は15個のアウトのうち2個を除く全てのアウトを三振で記録。この日の登板は安定したものではなかったが、奪三振は28歳の MLB キャリアを通じて見た中で最高のものだったと、この試合のピッチングを振り返り、その投球を絶賛。翌日のカージナルスとの連戦に弾みをつける勝利となったのだ。ここからは今回のニュースに関してのネット上の反応を一部抜粋してお届けいたします。こういうデータはすごく良いです。失礼ながら5回までの間に13奪三振なんて誰もやってないと思ってました。日本でもメジャーのデータで見る野球をもっと活用してほしいです。結果的に先輩たちに光を当てるし、今後回を渡る若手の励みにもなります。先発投手の本領は勝ちゲームの試合を作って降板すること。いくら奪三振を奪おうが関係ない。ゴロでもフライでもアウトの価値は同じ。こんな試合展開でもなんとか大谷をかばおうとする報道はどうなんだろう。大谷選手が先発として登板した試合では何かが起こっていますが、この試合でもドラマがありましたね。 MLB が開幕して以来好調をキープしていた大谷選手がこの試合で多くの失点を重ねてしまう展開。ラーズ・ヌートバー選手との初対決、そしてエンゼルスの逆転勝利。ナ・リーグ MVP のゴールドシュミット選手との直接対決も見ものでしたが、それ以上に大谷選手が敗戦投手になる場面を帳消しにしてしまう、まさに逆なおえが起こってしまったのです。チームのエースであり、来季には FA を取得することでチームからいなくなってしまうかもしれない大谷翔平選手を何が何でもチームに残留させたい、その願望が今日の試合での逆転勝利へとつなげたのかもしれません。大谷選手が今シーズンはハラハラしながらプレオフを迎えたいと語っていましたが、ある意味今シーズンのエンゼルスはその言葉の通り、最後までどちらが勝つかわからないハラハラしたゲームが多くなっているように感じます。5月からはレンジャース、アストロズと強豪チームとの戦いが続いていきます。今日の試合はそのハラハラしたゲームの本当の幕開けなのかもしれません。この動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタンを押してくれると、今後の動画の励みになります。ではまたお会いしましょう。